は毎週一つのテーマにこだわってお送りします。こだわりパッションです。今週のテーマはボス。では伊藤さん、今日のゲストの方ご紹介お願いします。芸能生活なんと60周年だ。私はちなみに67年ですけど、あの昔はねチビって呼んでた。ああ、もうそのお話はね、ちっちゃかったんですよね、昔だからね。いや、あ、そんなことない。そんなことないですね。かなり大きい方だよね。あ、年齢が小さかったの。そうそうそう、チビチビ、そのうちにデカになっちゃって、ね。ミステリードラマに出そうな名前になって、デカになってしまいました。小林幸子さんです。よろしくお願いします。こんにちは。ボケを新しくどん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 突っ込んで、それにあたふた合わせなきゃいけない。
会みんなで大変ですけどね。またキラキラしてるね。知りませんよ。またキラキラですよ。三宅さんからも。まあ、芸能生活60年っていうのはご自身では実感はあるんですか？そうですね、デビューが1964年、はい、昭和39年ですから、はい、東京オリンピックもあるんです、はい、ですから歌い手になって2回オリンピックを経験しているっていうのが60年かなっていう、そうだ、そういうことだそうですね、一巡こうしたわけですね、はい、すごいですね。ついこの間ギャルになりきってたんですよ。そうなんです、イベントでね、ニコニコのイベントで、はい、最初 DJ をね、幸子さんやろうよ、あ、いいですね、DJ 教えてもらって、結構難しくて、でそしたらどうせやるんだったらギャルの格好しません、私がギャルやりますってギャルのメイクって大変なんですよ、時間かかる、2時間かかっちゃって、ちょっと失礼、つけまつのギャルのメイクって何ですか、あ、どうやって説明したらいいんでしょうか、どうやって、三谷が上手、いやだって今の高校生ぐらいの女の子たちのメイクですよ、つけまつげこんな長くて、長くて目が3倍ぐらい大きい、はい、つけまつげして、つけまつげ、高校生ってメイクするの、でも、してるぐらいですよ、僕はないでしょ、僕はね、サチピーですよね、そうなんです、そうなんです、ギャルがピッつけるね、サチピーもう最高でした、もうミニスカート膝上30センチぐらい、あれそういうのやるのは幸子さんは嫌じゃないの、あのね、最初に面白がるんですよ、じゃあそれ楽しいねなんてやってみようかなって、やって、いやでもちょっとなんか取ったなと思うんですけど、やってるうちに全部出来上がると、あの人間変身願望急に変わっちゃうんですね、全然最高とか言って、サチピーとか言われて喜んじゃった、写真拝見しましたけど、はい、全然違和感なかったです、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、というふうに、はい、ありがとうございます、さっきからずっと横顔をね、長崎一般道信号なし待ち伏せにも注意してください、どうするとそうなる、いや、どうなんでしょうかね、よく笑いますし、はい、笑いますしてましたけど、やっぱり水分ですね、やっぱりね、やっぱりやる、飲みますけど、顔にもやったら化粧水が一番いいかな、ずーっと痛い、ずーっと痛い、素晴らしいね、一番痛い、ね、呼んでくれる人はもう本当にシロさんだけになっちゃった、本当にそうですね、だからみんなびっくりしますね、シロさん、シロさん、シロさん、マジで誰、俺もちっちゃいんだもん、あなたもさ、もう本当にでも本当にそういう意味ではやっぱ一番付き合いは伊藤さんが一番長いんですよ、そうなりましたね、この世界でもね、当たり前ですけど、一番可愛がって、本当に可愛がってもらってます。そんなそんな、何でもしないますか。伊藤様でも、小林幸子さんが大ヒットを出すまでの状況っていうのは、ずっと知ってるわけでしょ。古い時代を知ってるわけでしょ。そう、偉い時代も何だったんですか。何回も話したかもしれないけど、はい、本を歩いてる幸ちゃんを見つけたってこと、色は妥協したんだ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 、色は妥
ね、そこにとてもなんだかいたたまれないような、色は濁流してはなかったから、ね、今と違って電車の乗り継ぎなんていうんだってメール、あの、なんだ、色かぶりやだね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 、青木がクマ大好きやつ、クマでもやっぱり生活しなきゃいけないし、あの、一家ちょっといろいろと面倒見なきゃいけないとかやるね、仕事をもらったら断ってはいけないっていうところからスタートしてますから、うん、何でもどこでも本当に行きましたね、全国キュバへね、ずつずつだから、思い出づけになるまでは何枚ですか、ね、思いだけ31枚目だと思うんですよ、だから15年目デビューしてから、あれ、普通挫折するよね、15年って長いよね、そうですね、一応聞かないそうです、ごめんなさい、でもよくあの辞めたいと思わなかったのとかって聞かれるんですけどね、辞めたいというよりは生きていかなきゃいけない、今こんな時代にこんなことを説教みたいなものになっちゃうんですけど、生きていかなきゃいけないから、仕事は断っちゃいけないと思うから、来たら、え、ジャズ歌います、歌います、まず歌いますって言っちゃうんです、先に言ってから、カタカナでジャズ弾いて書いて覚えて、その日の仕事までに間に合わせて、その頃ってどっか事務所っていうのはもちろん存続してたんですね、事務所自体はなかったです、ただあの、クラブとかキャバレとかの仕事にこう、あ、いろいろやってくれるところの事務所はありました、ありましたけどね、プロレスも断らなかった、あ、それはニコニコ動画の、はい、あの、もう全部あれですけど、プロレスね、ラスボス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 、ボブサップさんって、まあ、テレビで見てましたけど、ずっと会うと目線が、目線ちょうどもう胸ぐらいで、もう顔がずーっとはるか上なんで、ものすごい大きいですね、ね、やっぱり欲もあるからね、この欲とは思えないぐらい、うまくいったよ、うまくいったら出てこない、うまくいったよ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 。